ダマコモチダマコモチは、うるち米を使用した秋田県の郷土料理。同じ秋田の郷土料理である霧たんぽに製法が似ているが、その発祥は異なり、ダマコモチは丸い形をしている。主に、秋田県央地域やの城山本地方で、伝統的な家庭料理として食べられてきた。粒が少し残る程度に、半月にしたうるち米飯を直径3センチほどに丸め、 主に鍋の具材として用いる。ダマコ餅の、ダ、マコ、ま、とは、たまに、秋田弁の指障子である、子がついたものであり、ダマコ、ダマコ、山餅とも呼ばれる。ダマコ餅が入った鍋はダマコ鍋と呼ばれる。うるち米の飯を、粒が少し残る程度に潰し、直径3センチほどの球形にする。家庭によってはこれに塩を振ったり、肉崩れを防ぐため軽く火で炙ったりする。 鶏ガラの出汁に醤油などで味をつけ、鶏肉やネギ、セリ、ごぼう、キノコの具と共に煮るといったりたんぽ鍋とほぼ同じ調理方法であるが、棒状にして表面を焼くりたんぽと違い、ダマコは団子型で焼かない。また煮干しの出汁や味噌などで味をつけ、具材もりたんぽ鍋とは大きく異なる場合もある。ダマコは作ってすぐに消費するものだが、 塩水につけることで数日間は保存できる。製法は手軽であり、基本的に各家庭で随時作るものではあるが、平成以降は、スーパーや土産店などで切り担保と一緒に長期販売できる、レトルトパウチの玉子持ちも販売されるようになっている。八郎型周辺の地域が発祥とされ、三輪労働者が弁当の飯を切り株の上に乗せ、 斧の背で潰したものが起源とされている。一方、またぎ料理が起源であるとも言われ、だまこ餅が切りたんぽの原型になったとする説もある。以前は、八郎型で採れた船、若サギ、白魚などの魚の出汁に、味噌で味をつけた上で、野菜やダマコを煮た。しかし、八郎型の干拓により、小魚の水揚げ量が減ったために、現在の鳥を使う形に変化した。 なお、八郎型町周辺には玉子の原型と考えられる、つけごという料理がある。潰した飯を箸で一口大にちぎって、若かさぎのかやきの汁に浸して食べる。うるち米を同様に半月に調理した食品には、きりたんぽ、ごへい餅がある。五条目町において、1959年に、三笠宮隆人新郎が道町で玉子鍋を食べ、 賞賛したことを契機に街を代表する料理として扱うようになった。ありがとうございます。